中島めぐみの進化論。世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、中島めぐみです。先週はツアーの話をさせていただきましたけども、そしてまげちょん先生がさっくり登場しましたけども、今日はね、もちろん LA の話、アニメエキスポ2010のお話をしていきたいと思います。いや、帰国してもう1週間ちょっと経ってるんですけども、ブログでね、いろいろ LA 日記を更新しつつ LA での思い出をね、こういろいろ振り返りながら、すごいね、やっぱり初めて尽くしだったなって思うわけです。しかもなんか、もちろんロスに行ってて帰ってきたんですけど、いまだになんかロスにいるような、日本にいるような、まだ不思議な感覚がね、残ってます。時差ボケとちゃいますよ。時差ボケではないです。日本に帰ってきた時は私、時差ボケあんまりしませんでしたよ、多分しなかったと思うけど、でもまだあの日々がなんか夢だったんじゃないかななんて、そんな感じがしますね。それほどなんか夢心地って言いたいぐらい素敵な日々だったわけです。その日々を今日は、ブログは文字だけど今日は声でお話ししていきたいと思います。それでは中島めぐみ YouTube 公式チャンネルまめぐチャンネルから全世界に向けてお送りするリアル RPG 型プログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタートです。中島めぐみの進化論 My First 海外ライブ My First なんていうの、英語は難しいっていうことで、今日は LA の話をしてまいりたいと思いますけども、いや、やっぱり英語は勉強しないといけないと思いました。この7月からの数週間で英語はできないとダメです。もっと頑張ります。はい、ということで、なんとね、嬉しいんですけども、現地で LA でライブを見に来てくれた方からメールをいただいたので紹介したいと思います。ラジオネームもげさんからです。まめぐちゃん、こんにちは。こんにちは。この前の LA でのアニメエキスポ2010、お疲れ様でした。私もそのコンサートに参加し、楽しませてもらいましたが、実は私は誰のコンサートか分からずに、友達が大好きだからということで、そして私もノリで行ってみようってな感じで参加していました。かっこファンの方に申し訳ないです。一応会場へ向かう途中の車の中で予習として曲を聴いていましたが、一度会場に入り曲を聴いてみると、すごく大好きになりました。まめぐちゃんの可愛さにも見せられ、また歌もすごく上手で感動しました。衣装もすごく可愛かったですよ。あのフリフリ感が最高でした。いろいろな曲があった中、私は特に「そうだよ」という曲はすごく胸に響きました。パフォーマンスも良かったです。みんながキラってやるのもすごく可愛くて良かったですよ。ちなみにアメリカの人は曲が終わるたびに水を飲むのがツボだったみたいですよ。長くなりましたが、今後の活動も YouTube やブログを通して応援してるので頑張ってください。アメリカから応援しています。来年も LA に来てください。ありがとうございます。まさか LA でライブを見てくださった方からメールがいただけるなんて、わあ、すごいですね。ありがとうございます。やっぱりつながってますね。世界中で聴ける YouTube って素晴らしい。ありがとうございます。いやー、ほんとね、 LA、私自身もやっぱりどのぐらい私のことを知ってくださっている人がいるのかとか、どんな風に聞いてもらえるのか、正直全然予想してなかったので、まあやっぱり緊張はあったんですよ。緊張っていうか、まあすごく胸がドキドキして、どうしようどうしよう。でもやっぱりね、ここで歌を聴いてもらえるっていうのはすっごく嬉しいことだし、もう子供の頃の自分に大声で伝えに行きたいし、もうみんなの一人一人の支えがあってそこのステージに立てるわけだから、とにかく知ってもらおうっていう気持ちで挑んだんです。なので、こうやって今まで知らなかったけど、こう好きになりましたって言ってもらえると、すっごく、わあ、もう一番嬉しいというか、もう感無量ですね。もうロスはもうみんな笑顔で、本当当にもうそのアニメエキスポに来てくれてるみんながすっごく楽しそうなの。みんなね結構コスプレをすごくバッチリ決めていて、もうすごいんですよ。自分でねこう手に持つアイテムなんかこう剣だったりとかいろいろキャラクターごとにあるじゃないですか。もうバッチリサイズもそのままで作ってみんな持って歩いてたりして、すごいねなんていうか情熱を感じました。それをライブでもねみんな来てくれてる人がやっぱり初めて歌う曲「サンシャインガール」を歌ったりしたんですけど、初めて聴くっていう曲もたくさんあったと思うんです。でもその中でもすごくキラキラした目で聴いてくれてるのが見えてすごい感動しちゃった。もうそんな歌う前にどうしようとか不安だなとか思ってたことは全部吹っ飛びましたね。もう本当にその笑顔が見られただけで本当に良かったなって思います。で特に印象に残ってるっていうか思い出に残ってることの一つが、今回ランカディーコール中島めぐみで歌ったニンジンランカのニンジンラブズユーイエイをロサンゼルスバージョンにしたんですよ。実は3番と4番を替え歌っていうか英語バージョンにしたりして歌ったんですけど、いや緊張しましたねあもう英語の歌詞になるっていうだけでも緊張したんだけど、自己紹介的な歌詞にしてもらったんで、中島めぐみみたいな感じでね、あれで覚えてくれたらいいなって思いました。いやー超チャレンジだったけど、みんなねこう拍手もすごいしてくれたんで、しかもサイレンも振ってくれた人もたくさんいたんで、やばかった、超嬉しかった。もう嬉しいしか出てこないや。いやもう会場ね笑顔でいっぱいっていうのもすごく残ってるし、それからサイン会っていうのを初めてやったんですよ。今までずっと夢だったのが握手会をするっていうこと、これは叶いました。そしてサイン会っていうのも夢だったんです。今回叶って、しかもロスでサイン会ってことで、一人一人のこう来てくれた方と目と目を合わせて近くでお話もできたりなんかして、もう拙い英語で本当に申し訳ないなと思ったんですけど、こうコミュニケーションが取れて、もうずっと来てくれる限りずっとサインしたいって思ったぐらいすごい感動的だったし、すごくいい経験になったなって。日本でもサイン会やりたいです。来てくれますか？会いに来てくれますか皆さん。これねすごい夢なんです。だからスタッフさんよろしくお願いします。こうね少しずつ押してますから、今っていうかずっとサイン会、握手会、ライブとかこういろいろお願いしてるんで、叶う日をお楽しみにいやほんとアメリカは全てが大きかった。もうまず行った時に空の広さにすっごいびっくりしたし、もちろん肉もピークね。いやー最初に食べたサンドイッチがビッグだった、超ビッグだったの。ね何人前かな、日本の多分3人前ぐらいあって、その隣にね2人前ぐらいの別のパンをくれて、あとフレンチフライも3人前ぐらい持ってあって、1人分よ1人分だからみんなでシェアしました。店員さんもシェアしなさいって言ってくれて、パンをサービスで出してくれたんだよ。しかもそれをシェアしなさいって出してくれたんで、大きくてびっくりしたけどみんなで食べたり、あとね韓国料理屋さんにも連れてってもらって、カルビもビッグね。ユッケが大皿で出てきたの初めて見ましたから、私ユッケ食べたい人って言ってみんなはーいって手挙げて、じゃあ頼みましょうって頼んだら、直径ね30センチぐらいの皿にユッケがドンっても持ってあって、みんな一瞬これ焼くやつかなって思ったんだけど、違うねこれはユッケだねってなって、もうみんなでユッケつつきましたねびっくりしましたね。あれが一番びっくりした。ユッケは小皿じゃなかった。ユッケが小皿だと思ってた私が違ったのかな。いやーもう何もかもが初めてで、全て大きくて、でみんなの心もすごく広くてあったかかったです。その胸に飛び込めたことすごく感謝してます。もう次も絶対行きたいなと思ってますし、まだまだ会いに行けてない場所っていうのもたくさんあるので、今からねこうどんどん日本国内も海外もたくさんいろんなところでライブだったりイベントをできたらいいなって思ってます。そのまた次のステップが台湾、今月行われる台湾ライブ、アジアのライブは今回初めてなんで、気合い入れて頑張りたいなと思います。もうね、ソロライブですから、単独ライブですから、今から構成とか何をお話ししようとかいっぱい考えてますから、いや気合いを入れ直してもうね頑張りたいなと思ってます。もうとにかくやっぱり世界にね、音楽に国境はないなと思いました。本当にこの言葉って本当だなって思ったんで、それを自分でも中島めぐみとして体現していかねばならんと思ったので、中島めぐみ頑張ります。中島めぐみの進化論。今週の中島めぐみの進化論、そろそろおしまいの時間です。まめぐインフォメーション、7月25日日曜日、台湾の台北にてめぐみ中島プレミアムライブ in 台北が行われます。そして2011年1月29日土曜日に横浜ブリッツで単独ライブもありますので、オフィシャルホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。そして来週は豆ブーム、テーマは料理、豆クック、豆クックということで、豆具に作ってほしい手料理、豆具にじゃなくても彼女にとかね、女の子に作ってほしい手料理、そして君はエプロン派それとも割烹着派っていうのもね、新たにちょっと聞きたいななんて思っちゃいまして、いや割烹着着てるのも良くないってことで、エプロンがいいか割烹着がいいか、それともっていうところお待ちしております。お願いします。アドレスはmamegu@stardustmusic.co.jp、 mamegu@stardustmusic.co.jp です。ハンドルネームにご住所も添えてお送りください。メールが採用された方にはまめぐの書申請させていただきます。詳しくは YouTube 公式チャンネルまめぐチャンネルをチェックしてくださいね。チャンネルへのメッセージ登録もよろしくお願いします。まめクックということで、次回もお楽しみに。いってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。